地球環境戦略研究機関気候変動グループディレクターを務めております飛鳥と申しますよろしくお願いいたしますあの今日はああのまあ、概,概要というよりもですねあ私が個人的に研究者として考える現在の交渉におけるまあ焦点何が問題なのか何を考えなきゃいけないのかということをまあ、非常に個人的に お話しさせていただいてこれからの議論に続けることができればと思っております今回はあのセッション1とセッション2に分かれておりましてセッション1のタイトルは 気候変動国際枠組みをどうあるべきかとまあこれちょっと短くしたタイトルなんですが基本的には今の交渉について考えていきたいと思っておりますまさにあの国際交渉にかか長くかわってきたパネリストを迎えてのシンポジウムですので彼らにまあどのようなことが一種になっていてこれからどうなるのかどういうふうに合意はできるのかできないかについてフランクな議論を 期待したいと思います。でまずやはりあの我々が聞きたい知りたいのは COP17 の評価だと思うんですね。あのまあ。えー 画期的な評価成果だという人もいますし、まああまり画期的なかったと逆に失望だという方もいるかと思います。なので、もちろんこれはそのどう期待値が高いか低いかにもよるんですけれど、各交渉担当者の率直な意見をこれに関してまず聞きたいと思っております。まああのちょっとこれは。 昔の写真を持ってきたんですけれどこれは COP13 バリでの会議の時ですでこの時にも最終日はかなり紛糾しまして一時中断で、まあ、これはご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれど正面でこっちを向いている方はドイツの環境大臣のガブリエルさんです。で背中を 見せているのは中国の交渉担当者です。で、まああのコップ10の時には、えー、まあこういうスタンド問題があったんですけど、最終的にはバリロードマップというのが決まったというのが、えー、まあコップ13だったと思います。で、これが去年のコップ17です。これも皆さんにとっては非常に あのまあ、懐かしいと思う方もいらっしゃるかもしれませんしもう,もう3か月が過ぎたと思う方もいらっしゃるかと思うんですが COP17 での最終日最終日というか日曜日ですか午前中にやはり、えーまあ、会議が交渉が紛糾して議長が会議場の真ん中に集まって、えーまあ、直接 交渉してくれと話をしてくれというふうに言ったときの撮った写真です。で、顔が見えて、左側の顔が女性、回転見えている女性が EU の交渉担当者のヘテゴさんです。で、右側がインドの方なり、中国の方の顔も見えますし、手前の頭は大きく見えるのは、アメリカの交渉担当者です。 まああの同じ時なんですけれどよりんて言うんでしょうかこう交渉の構図対立の構図がはっきりしていて EU とまあインドの方々です、まあ、あの交渉対立というよりも最終的にはあのまあこのえまあ2つの国を中心にかつまあとでもちょっと説明しますけれど、えー やはり交渉を合意を持っていきたいという国々がまあ頑張って最終的な合意を得たというのがダンバンだったと思います。バリとダンバンの違いは何かとよく聞かれるんですけれど、まあ、あの見ていただければ分かりませんあのバリの時にはみんな立ったんですけれどダンバンの時には一応、ちゃんと座っていたというのは違いかもしれません。 で、えー、これからの、まあ、中身なんですが、まあ、あの、ご存知のように。京都議定省書、弾薬所機関の延長がある程度合意はされたと、まだ。決めなきゃ、決まらなきゃいけないことはたくさんあるんですが、一応合意されたということだと思います。で、同時に、えー、すべての、えー、国がある一定の法定的拘束力を持った枠組みに入ると、えー。関わるということも決まりまして、えー、タイムスケジュールも決まっ。 ですが、えー、その後じゃ具体的にどのような枠組みができるかというのはまさにこれからですし白紙と言っても過言ではないかと思います。でその時にあのダーマンプラットフォームには、えー、共通だが差異のある責任 CBDR という言葉は、えー、入らなかったんですがこれも実は画期的なことという人もいるんですが実際やはり交渉においてはこの共通だが差異のある責任 賃のある責任をどう考えるかというのは非常に重要な問題として残るかと思います。単純に途上国と先進国という差異ではなくて先進国の中でもまた大きな当然共通だが差異のある責任を考える必要はあるかと思います。なのでこれをどう考えるかというのは避けては通れない問題かと思います。 で次に、えーまあ、特に日本にとって、えー、興味が関心があるのはやはり市場メカニズムがどういう役割を持つのか、えー、市場メカニズム、まあ、あの基本的には排出用取引制度というのが、えー、国際的にもいろ、えー、んな国で、えー まあ実施または導入されつつありますが、今問題まあ特に研究者なり政策決定者の間で問題になっているのは、まあ炭素税補助金規制とのポリシーミックスをどうするかというのは実は大きな問題になっています。排出統一制度を入れればいいというわけではなくて、他のせい制度とのミックスをどう考えるかというのは実は非常に大きな問題になっています。 でもう一つ国際的に問題なのは京都メカニズムがこれからどういうふうになっていくのかということですし京都メカニズムの次のメカニズム次のっていうんでしょうか京都メカニズムアルファかもしれませんし全く新しいメカニズムなのかもしれませんしそこら辺まだ分からないとは思うんですがそういう新しい市場メカニズムがどうなるかということに関してもこれからの大きな課題交渉の課題かと思います。写真ははですねこれはあの ちょっと懐かしいノスタルジックな感じかもしれないんですが COP3 の会場であった宝ヶ池、えー、ホテルです、まあ、ここである意味ではすべて京都メカニズムを生ま,れた、うん、生まれたという意味では非常に、いわゆる国際交渉の象徴,だった象徴の場だったのかなと思います。 もう一つというか、ある意味ではこれが一番重要かもしれないんですが、すでにまあ温暖化が起きていて、温暖化の原因が原因の一つだと考えられる、まあ、異常気象によって、えー、いろんな被害が、えーまあ、世界中で起きていることは、えー、ほぼ科学者の間ではコンセンサスがあることかと思います。もちろん、一対一で対応はできないんですが、これからこのまま CO2 の排出、温室効果ガスの排出が続けば、 このよよううななな異常気象なり気象象りり災害といのののはは多くなるのはほぼ確実ですでこの時に CO2 を減らす排出を減らすだけではなくてどのように被害に対して適用を考えるかそのような仕組みを国際的に考えるか国内的に考えるかこれを一つの安全保障問題としてどう考えるべきかということも今日ぜひ議論させていただければと思います。 でその時にこのようなまあ気候安全保障なり被害というのを考えた時にどうしてもその国際的な目標である2度と現在の排出削減コミットメントの差いわゆるギガトンギャップをどうするかということをあの避けては通れないかと思いますでその時にまあよく野震度の引き上げと言われていまして野震度を引き上げなきゃいけないということはほぼこのセンサスにはなっているんですがじゃあどうやって引き 引き上げるかということに関しては先ほどのいわゆる CBDR との話とも結びついてまだほとんど何も決まっていないというのが現状かと思いますで一つこれは私の仮説でもあるんですがダーバンでまハイアンビションカントリー とと呼ばれた国々というのはダーバン・アライアンスと呼べるのかもしれないんですがこの国々は実はカ,タル,カルタヘナ・ダイアログというグループを核にしてダーバン・アライアンスというのが実はある程度 国のののの集まりいいいううががでできているっていうのが私の認識です正式に言うとこれ大変なグループダイアログマイナスアンブレラグループプラスサウスアフリカというのがダマ・アライアンスと言えるとは思うんですがこのぐらの国は実はエネルギー輸入国、まあ、もちろん例外はあるんですがエネルギー輸入国という特徴があるんじゃないかというのが私の見方です。 でその時に今,国際今後の国際交渉の構図というのは、えーまあ、エネルギー入国対エネルギー出国というのがより鮮明になってくるんじゃないかというのが私の見方ですもちろんこれまでもエネルギー入国対エネルギー出国というのはあったんですが実は新しいステージにこの交渉の構図が入っているのかじゃないのかとでその一つの現れが航空分野での EU ・ ETS の域外適用問題 だと思いますどういうことかというと基本的には炭素に価格をつけるというのはエネルギーに価格をつけることでしてその時にエネルギー輸入国がやるべきことをエネルギー安全保障ということを考えるときにはエネルギーに価格をつけることだと思うんですね。 で、えー、貿易のことを考えると当然、えー、貿易相手の国がエネルギーに価格をつけて炭素に価格をつけていなかったら当然関税をつけるっていうのはまああのごく自然でありまして国際法的にも WTO 的にもある程度は認められる可能性はありますいずれにしろこのようなセクターでかつ各国が自分たちで、えー、何らかの炭素価格付けをしてそれに対して他の国がやらなかったら他に関 して、まあ、ある意味では強制的に付けさせると関税で付けさせるということは実はまず航空分野で始まってその後海運で始まって次に続いてその次のセクターに移る可能性があるんじゃないかとというふうに私は思っていますこれもぜひ皆さんのご意見を聞きたいところです でセッション2は、えーまあ、ここに変わりますように低炭素化発展とリオン20をプラス20を見据えてというものです。で基本的には各国で、えーまあ、低炭素排出炭素グリーングロースのために何をやっているかということに関して、えー、お話を聞きたいと思っています。 でやはりそのときに大事になってくるのは資金問題でありましてガバナンス、公的資金とプライベートファイナンスの役割の問題そして最後にやはり大事なのはじゃあその資金源をどこから取ってくるかということがまだある意味では白紙に近い状況だとは思います。 でリオプ2020 20のイテーマというのはグリーングロースですが、まあ、じゃあグリーングロースと気候変動との関わりはどうなるのかそもそもグリーングロースとの定義とはどういうものかについてももう少しクリアにできればとは思っています。 結局はあの、まあ、3つのギャップが私はあるんじゃないかと思ってます。1つはギガトンギャップ、まあ、CO2 のキャップ2度 C に目標を達成するためにはもっともっと何,何ギガトンというレベルで減らさなきゃいけないんですがそれをどう負担分達すか何も決まっていないと。 でそのためには何らかの資金が必要なんですが単純にその資金移転というだけではなくて国内においても資金は必要なんですがそれをどう取ってくるかどっか取ってくるかもまだなかなか決まっていないと最終的にやはり大きな問題というのはマインドギャップというのは和製英語で英語あの普通の英語だとメンタルギャップということかもしれないんですが基本的にはやはり温暖化対策を非常に重要だと考えている人たちとそれほど重要じゃないと考える人たちの のマインドのギャップっていうのがやはり大きな問題なんじゃないかなとは思っています。で、私はこれはあのコップ、えー、確かポーツナムでも、えー、ポーランドでのコップの、えーま、写真展がありましてそこで、えー、まあちょっとショックを受けて。えー 写真ですでまさにこういうことが起きているしこういうことを防げなきゃいけないんですが一方で、まあ、温暖化対策に関してそれほど優先順位をかけない人がいるともちろんあのそれが単純にいけないとは言うわけではないんですがやはりそういうギャップマインドのギャップをどういうふうに変えていくかというのが、まあ、みんなに考えていただければなと思っています。 いや頑張りましょうというのは簡単なんですけれどじゃあそのためにどう具体的な戦略と戦術を、えーまあ、どういう例えば国と国の強力な連合を作ってどういう戦略を持ってどういう戦術を使うか、えー、そういう具体的な話をなるべく今日は皆さんとの皆さんのディスカッションの間で、えーまあ、もちろんすぐにえー、まあ 完璧な戦略内戦術っていうのはないんですがそういうヒントになるようなものを聞き出したらえすごく今日は価値のある議論になるんじゃないかなとは思ってはおります。